れ？霊夢。なんでそんなにうなっているんだぜ？マリサ。大切なものをなくしてしまって。なんなんだぜ。お茶が切れてしまったのよ。これじゃ私が消えてしまうわ。お前がお茶を切らすなんてそんな珍しいことがあるんだぜ。マリサ。お茶がないことが私は苦手で苦手で。なるほどな、お前がそんなことに苦手意識があることにびっくりなんだぜ。ええ。私にとってお茶は生命線だから。切れちゃう状況は本当に。苦手意識によるのも大きいかもしれないな。まるでこの間の ACL の日本勢みたいだな。何？もしかして話が始まるの？10月2日に開催された ACL の2戦はどちらも日本勢が勝利を飾ったからな。放っておかないでほしいわ。それじゃあ今回もしっかり解説していくぜ。こうなったら止まらないわよね。それじゃあ話してちょうだい。ああ。実は今季の ACL に関しては日本勢の成績があまり良くなかったんだぜ。そんなに良くなかったのかしら？初戦の横浜 F マリノスは韓国の広州に衝撃的な3対7という結果で敗戦。あれは驚いたわ。まだ全チーム2試合しか経過していないんだが、リーグ戦でも日本から参加している3チームはあまり順位が良いとは言えないんだぜ。え？現在の順位はどんな形なのかしら？日本勢で最高順位なのは神戸で現在4位、次いで横浜 F マリノスが6位、最後に川崎が9位となっているな。何位まで次のステージに行けるのかしら？今回の A チャンピオンズリーグは東地区のイーストと西地区のウエストに分かれたリーグ戦が行われ、各リーグ上位8位までが次のステージに進むことができるんだぜ。じゃあ川崎はギリギリなのね。そういうことだぜ。ただまだ2試合しかしていないからな。なんとも言えないんだぜ。なるほどね。ただそんな中で横浜と神戸が揃って勝利を挙げたのは今後に向けて大きな意義があるとも言えるんだぜ。まだここからだからこそ。ここでの勝利は大きいのね。そういうことだぜ。ただまだ2試合しかしていないからな。なんとも言えないんだぜ。それもそうよね。ただ全体的な話をするのなら日本勢は ACL の中で異質な存在だとは言えるんだぜ。どういうことかしら？この3チームは ACL どころじゃないんだぜ。そうなの？神戸は 2024J1 リーグ終盤戦の中で事実上優勝争いができる3チームの一つだ。さらに横浜 F マリノスと川崎に関しては国内リーグカップのセミファイナルを控えている。そこに加えて川崎は残留争いに巻き込まれる恐れ。横浜 F マリノスと神戸は天皇杯も控えているんだぜ。壮絶じゃない。だからこの3チームに関しては国内に集中せざるを得なかったとも言えるんだ。それは国内リーグに集中した方がいいわよね。降格なんてしたら元も子もないからな。それに横浜 F マリノスと川崎は10月2日時点では安定してきたのね。ああ。川崎は残留争いから事実上抜け出して安全圏、横浜 F マリノスも安全圏で J1 優勝争いからは脱落している勝る点だぜ。じゃあこの2チームに関してはタイトルレースのみに集中できるのね。リーグタイトルレースから外れているのを良いというのはチームのサポーターに失礼だから言いたくはないんだが、チームの状況を考えるならリーグカップと ACL へ集中できる状態よね。サポーターの本音としてはここから少しでも順位を上げてほしいというのは間違いないんだが、現実的に考えるならリーグカップ制覇か ACL の優勝に関わるようにするのが優先よね。それが影響したのかまではわからないが、10月2日の横浜 F マリノスは第1戦目の3対7と大量失点を喫したチームとは思えないほどの爆発を見せたんだ。どんな試合だったのかしら？この戦いの対戦相手は K リーグ首位のウルサンだったんだが、結果から言うなら4対0と完勝だったんだぜ。すごいじゃない。開始4分に敵陣ボックス内でユベルの折り返しに反応した渡辺博下が左足で正確なシュートを放つと、これが先制点になったんだ。そこからゴールラッシュが始まったのね。その通りだぜ。その後は西村選手にアンデルソン・ロペス、水沼選手が次々にゴールネットを揺らしたんだぜ。強力な攻撃を持っている横浜 F マリノスの本領発揮ね。ただ一番注目すべきなのは失点0という結果だろうな。初戦で7失点を喫したチームが2戦目で0だから。すごい修正期からね。一番の課題とされたゴールキーパーも戻ってきたからな。それも大きいのかもしれないが、いずれにしても0なのが大きいのね。ああ、それはそうだろうな。横浜 F マリノスの強さは強力な3枚の攻撃陣だ。だからこそ、少数で点数を取ることで攻め上がりのリスクを軽減できるというのが、一番の強みだからな。リーグ制覇した時も強烈なカウンターパンチがあったから、それが戻ってきたと考えると、ここからの戦いが楽しみになるな。
それで試合終了後の監督の反応はどうだったのかしら。横浜 F マリノスのジョン・ハッチンソン監督は、選手たちは諦めることなく全ての力をピッチ上で出してくれた。その中でゼロに抑えたこととしっかり4ゴールを決めたところも良かった。ピッチに出たメンバー全員がしっかりハードワークし、守備もそうですけど攻撃でもリスクを抑えて一人一人が危機能力を出してくれたとも話しているのも印象的だな。ここからの国内のタイトルレースや ACL でも自信になる勝利だったとも言えそうだぜ。勢いがついてきそうね。K リーグ首位に対して4対0というのは日韓の実力差も示す結果になったと言ってもいいだろうな。前々から比較される日韓だけどレベルの差はどれくらいあるのかしら。80から90年代は間違いなく韓国は強かった。日本はそこに対して追いつけ追い越せで進化してきたんだ。そんなに強かったのかしら。今はテコンドーサッカーはあまり良くない表現で使われるが、当時のテコンサッカーはフィジカルの強さを示したものでもあった。え、そうなの。90年代までは間違いなくアジアの名手と言えるだけの実力はあったからな。日本サッカーの顔でもあったらもする石は当時の雑誌で、相手が韓国になった途端にビビってんじゃねえと激怒するようだったからな。当時はライバル関係どころか韓国は格上だったのは確かなんだぜ。今では信じられないわよ。その当時の韓国代表選手であった現在の K リーグ1の水原 FC の最高責任者を務めるチェスの氏は、第15回日韓定期戦で日本に1対0で勝利を収めた後に、日本は永遠の格下と日本にとっては屈辱的な発言も残していたからな。今なら調子に乗っていると叩かれそうだが、それだけの実力差はあったんだ。それが今はなんでこんなに日本が追い抜いたのかしら。天才が登場して日本が急激に強くなったわけではないのはわかるよな。2000年代初頭は韓国が相手と聞くと白熱した一戦が見られると思ってワクワクしたもの。その頃なら韓国にパクチソンもいたし、もっとも日本と韓国の能力が拮抗していた時代だと思うんだぜ。そうよね。今となっては日本が上なのは明白なんだが、そんな中で韓国強化策に関するアイデアをメディアが取り上げたんだぜ。どんなアイデアなのかしら。中央日報が発表したものなんだが、敗戦を恐れずに日本との対決を増やす質と量のバランスを取る。選手層を厚くする結果だけに焦点を当てるのではなく、選手の成長と技術の向上に注力する。珍しく建設的ね。だが特に日韓戦の定期開催に関しては皮肉なことにクリンスマンが熱望していたものだぜ。そうなの。ああ、クリンスマンは協会に韓日戦をできるだけ早くやってほしいと要請した。私が就任してから協会に韓日戦を何度も要請した。日本とできるだけ早くマッチアップできるようにしてほしいと言った。必ずしも A マッチでと私は言っているわけではなく、日本と毎週でも試合をしたい。ものすごく熱望していたのね。クリンスマンはアメリカ代表監督時にもライバル関係にあったメキシコと戦うことをアメリカ代表の強化策の一つとして実行していたからな。強化につながるアイデアだったのね。そういうことだな。ただ開催はそこまでされなかったんだ。それはなんでなのかしら。協会の問題なのか、反日感情によるものなのかはわからないが、この強化策は取られなかったな。じゃあ今回のメディアによる強化策のアイデアはどれも実行されない可能性が高いと思うんだぜ。責任を取る人が責任を取って動かさないと強化にはならないんだけどな。救いの手は何度もあったのに、それをその都度振り切ってきた結果が今のこれなのね。そういうことだろう。困ったわね。ああ、だがもっと困った国があるんだぜ。え、どこかしら。 A チャンピオンズリーグの第2節神戸対山東対山で起きたんだ。どこのクラブかしら。中国だぜ。今回は何をしたのよ。試合終了間際に2対1でリードしていた神戸のフォワードパトリッキは敵陣深い位置で体を入れてボールキープしていたんだぜ。上等手段ね。当たり前の行動だわ。ただそれを見た中国代表ディフェンスがオジュンイガウシからデススライディング。デスラ、あれはゲームだけの話だと思っていたんだけど実在してのね。あんなの久しぶりに見たんだぜ。これだけでもひどいんだが。続くの？残念ながら続くんだぜ。転倒したパトリッキに対して唾を吐きかける仕草を見せて、何度も股間付近を連続でキック。危険極まりないプレイだったんだぜ。代表選手がそんなことをしてよいのかしら？何に対して怒ってそんな行動を起こしたのかはわからないんだが。本当ね。そもそもこの時間帯になるまでに負けているのが悪いんだぜ。ごもっともすぎて何も言えないわよ。サッカーは時間スポーツだからな。試合終了間際までに負けているならその責任はピッチに出ている選手にあるんだ。
だからこそその責任を全うせずに相手選手に切れるのは、選手としての責任を全うしていないのと同じだぜ。それにこの行動が最もやってはいけない理由があるんだぜ。それは何かしら？わざわざ日本にまで応援に駆けつけたサポーターもいただろう。そのサポーターにこんな姿を見せるのが一番失礼だぜ。それは間違いないわね。だからもう制して次にそのサポーターに良い姿を見せないといけないわね。それは違うんだぜ、霊夢。チームや選手にとっては長いリーグの一戦だと思うかもしれない。ただ、この舞台に駆けつけたサポーターの中には人生の最初で最後の観戦になるかもしれないんだ。だからこそ、一試合一試合に対して真摯的に向き合わなければならないんだ。そっか、その時間は決して戻ることはないんだぜ。この軽率な行動でクラブに対してとんでもない損害を与えたことにもなる。もちろん、対戦相手の神戸に対するリスペクトにも欠いた最悪の行為であると認識するところから再スタートだな。中国メディアももこの試合に関して、中国スーパーリーグの強豪がいずれも敗北を喫した。この結果は間違いなく中国サッカー界への警鐘となる。今後の AFC チャンピオンズリーグや代表の対決を見据えると、間違いなく中国と日本代表の選手たちの力の差は広がるだろうと報じているが、そもそも見るべきところが違うんだぜ。レベルの差とかじゃないわよね。ああ、試合中にあんな姿勢で暴力行為を働く選手が国家代表にいる時点で勝負の土俵にすら立てていない。厳しいけどその通りよね。敗戦やレベル云々を語れる土俵に入れていないということをまずはしっかり認識すべきだろうな。正直なところこの暴力行為の後に日本とのレベルの差を報じている時点でメディアもずれているんだぜ。サッカーのレベル云々以前に磨かなくてはいけないところをしっかりと報じないと、いつまで経っても中国サッカーは強くなることはないんだぜ。その点で言えばこのような報道をしている時点で中国サッカーのレベル低下にはメディアも関与していると感じるな。もう二度とこのようなことがないようにしてほしいわね。ああ、前回も浦和の選手が脱走中をしたこともあるくらいだから、AFC もしっかりと取り締まってほしいものだぜ。